ネタバレ注意、この動画には有機爆発フェスのネタバレが含まれております。ご了承の上ご覧いただくか、概要欄から有料アーカイブチケットを購入して当公演をご覧ください。あらすじ。2024年8月4日にオリジナルテレビアニメ有機爆発バーンブレイバーンのスペシャルイベントが開催しました。鈴村さんお帰りなさい。復帰初戦がブレイバーンか。本日ブレイバーンのリアルイベントと聞いて続編などの発表がないかワクワクしております。ブレイバーンの中の人と外の人。監督ヒロインはブレイバーン。相沢ヒロインはスペルディア。鈴村ヒロインはイサミ。バーンお話ししてごらん。相変わらず言い方キモいブレイバーン。ブレイバーンさんの熱烈な激推いただきました。フラフープしてるブレイバーン。別冊そう。せっかくこう。袖はデスドライブズより危ない。スペルビアめっちゃシーラクーの草。ブレイバーンのプロジェクターでカラオケできるの便利すぎる。歌詞を背中から投影してくれるブレイバーン。ブレイバーンのあそこに投影される歌詞。さすがだなブレイバーン、じゃないんだよ。イサミがミスチルを。ルルのマキシマムザホルモンとか。ミユの音楽の趣味、ハードだった。マキホルを未来で見るから教わるルル。地方ブレイバーンテーマソング、さすがにマンネリ公式発言。ブレイバーンすねた。やだ、ブレイバーンかわいい。ブレイバーンかわいそう概念、だと。デュエットなら歌いたいブレイバーンかわいい。ブレイバーンな俺がブレイバーンしてしまうスミス。ブレイバーンな俺。ブレイバーンな俺とかいう品質ワード。ブレイバーンするという動詞。スミスが理性でブレイバーンが本能ってこと？スミスこういうポジなのか。ブレイバーンとスミスの関係理解。スミスとブレイバーン、己の中の天使と悪魔みたいなことなってる。やっぱりブレイバーンという子がいるんだよな。うちなるブレイバーンさんと仲良くできないスミスくんマジで可愛い。やっぱりブレイバーンって自分の欲に素直なスミスなんだな。すべての責任をブレイバーンな俺に押し付けるなスミス。ブレイブビーチフラッグしたのか。チルの向こう側というパワーワード。朗読劇1回目終わったすごいボリュームだった。朗読劇長くて助かる。なんか知らんが綺麗に終わった。どんなグッズがあったか思い出になるからこの映像込みで円盤にしてほしい。いくらでも出すから有機爆発フェスを DVD にまとめて売ってほしい。有機爆発とともにあらんことを。文字の流れがスターウォーズじゃんと思ったらやっぱりそうだった。朗読劇で笑いすぎて喉と腹筋痛い。人間数十分ずっと笑い続けることってできるんだな。あのアイアイが栄えた人不明確かにいろんな意味で怖いな。ブレイバーン以外が書いてたら確かにホラーだよ。もしかしたら温泉もマイムマイムも全部イーラどこかで見てた？存在気づいてほしくてアイアイが栄えた？イーラ、お前なのか？ルルの商品紹介かわいいしじわる。さすがのルルもパンツ？になる？イサミバージョン OP ここか。昼の部は観客席最前列にいたマサミ。あざかみさん昼の部司会、相沢さん夜の部司会か。司会を放棄したあざかみさん。さっきからなんなんだこのイベントは。ハリーポッター役の鈴村健一です。杉田さん大張監督みたいな風貌になってる。実写ブレイバーン時かわいい。夜の部はブレイバーンが袴履いてる。昼は全裸だったんだ。凄まじいサタチョグッズ追加要望が届いている。まさかファンの声という匿名の大張監督じゃないだろうな。恋愛相談で相手の住居に不法侵入させるブレイバーン風鈴村健一。ブレイバーンはラブコメバイベジアイザワ。ご唱和くださいイサミの名を。会場の女子率多そうな合唱だった。有機爆発フェスでブレイバーンが提示した NG イサミが服を着ること。イサミ、イサミ、さっさと入れ。私の中に337拍子。夜の朗読会はもっとすごいイミシン。真夏の夜の光イミシンだからな。杉田さんとこのタイトルは絶対何か起こる気がしてた。真夏の夜よだぞ。
ブレイバーンの夢、やっぱりいい夢じゃないか。フライパン来たー。ブレイバーンなんだその機械音は、勇みの中の人が笑っちゃってるじゃん。夢だからかブレイバーンに混じれす口調が多くて勇みが素直すぎる。ブレイバーンでもこんなにドン引く状況あるんだ。ルルにふんどしを履かせるところだったのはガチ言い間違いですか？ハッピーハッピーハッピー勇みやめろ。ピチピチチャパチャパ？猫ミームがまだ流行ってた時にこの脚本作った？積極的デレデレイサミは解釈違いのブレイバーン。デビルマンパロブレイバーン。脚本強引だよ。SE 担当の人は夜の部で帰りました？脚本はちゃんと本家の人です。なんなんだこのボーリングスタイルは。真顔でキレキレトリプルフィフスポージング。おじさまがちゃんと左利きになってるの細かくて好き。なんでスペルビアだけポーズ逆なのかと思ったらハート作ってて草。ブレイバーンの弾は直径1ムくらいになるのでは。イサミがまともな衣類をまとってる、だと？ブレイバーンコミカライズ、24年秋にアンソロジーか。ブレバーン君シーズン2や映像スピンオフの発表は特になかったようだけど、アンソロジーとかサントラとかまだまだ色々展開あるみたいですね。鈴村さん純烈みたいなアーキスト衣装だ。さすがにまだ喉きつそうあるいは疲れてそう。本当に復帰第一弾がこれでありがとうございました。前半はネットで普通に杉田歌ってね。だった杉田さん。イサスミは黒スーツ。脱がないのか、困惑。貫けとどろけ。生因子継承だ。イントロで登場した鈴木さんがマイクを右手に、あざかみさんが左手に持ってるのを見た瞬間、あっさっし。生総演の肖像、最高だった。兄様はもっと空調環境的に暑いからその服じゃ暑いでしょ？さあ脱ぎなさい。やっぱりムキムキだった鈴木さんはともかく、あざかみさんも細くなられてない？体を絞られている？ということは。歌った後盛り合う二人事実。思ったよりうちは目立たなかったな。トリコロール T の存在感すごいけど。この光景は悪魔崇拝のミサ。うおうおう勇気爆発、でめ。様子のおかしい朗読や大喜利など終始笑いが絶えず、制作陣の愛と狂気を改めて感じた一日だった。昼もだったけど夜の部もカロリーすごくてぐったりでした。またこういう狂ったイベント待ってます。もっと広い場所でも埋まるはず。鈴村、続編プレイパーのあります。知らんけど。勇気爆発フェス、配信プラットフォームストリーミングプラス、アーカイブ配信各公演終了後、8月10日度23:59、チケット料金各公演、3500円、税込みプラスで数量。ご視聴ありがとうございました。